千歳で生まれ千歳の歌を歌っている地産地消アイドルユニットのシャオニャンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、自己紹介を早速していきたいと思います。はい、エリナです。はい、メイです。はい、ナナミです。はい、マリンです。はい、今日はね、はい、頼れる先輩方が、はい、ということで、はい、いや、本当にドキドキですね、その名の通り、はい、ですね。あ、そうです、今回私たち、うん、ドキ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 ライブということで、はいはい、この30分前にね、はい、教えられて私たちもドキドキハラハラワクワクしてるわけなんですよ、はい、もう心臓が口から飛び出しそうな、はい、そうね、感じで確かに確かに。しかもなんか、はい、あれですよね、歌割りも少し違うから、そうなんですよね、すごい余計にドキドキですよね。もしかしたら間違えるかもしれないっていうのも、はい、このね、ライブの、醍醐味というか、もう皆さんもぜひいつ間違えるのか楽しみにしていただきたいなと、はい、楽しみにしています。はい、それじゃあ次の曲いきましょうか。はい、はい、それでは今歌った曲は北海道ビールピリカバッカのイメージソング唇ピリカでした。でした。はい、はいはい、それでは次の曲聴いてください。航空自衛隊千歳基地50周年記念ソングダンダンです。どうぞ。曲はダンダンでした。はい、はいはい、それでは次の曲いきましょう。はい、それでは聴いてください。千歳市花園町花園町内会館のイメージソング花園会館です。どうぞ。
歌った曲は、うん、花園開館でした。はい、そうですね、はい、いやもう本当に次で最後の曲になってしまうんですけれども、はい、最後は、はい、あのみんなでいっぱいいっぱい歌える踊れますよね やりたいと思います。イエイ、はい、はい、それではお願いします。はい、次の曲は千歳の温泉のイメージソング、千歳温泉チャプチャプ節です。どうぞ。